カシャカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日すごい緩い動画になってしまうんですけど大丈夫？ピアノが今回は NHK さんの E テレ、教育テレビっていうんですか、そちらに少しお邪魔させていただきます。動画でたまに出てくださってる私の、元男の子大先輩の西原さつきさんの密着の、一部に私が一緒に出させていただくっていう感じです。本当にお前ちょっとしか出てねえじゃねえかって、ね、言わないで、絶対に楽しみにしててね。で、放送日が4月の30日ですね。で、夜の20時から、ハートネット TV。びっくりしたの。私、この前、ハートネット TV の中の、いちご狩りの時に私の渋いいちごを食べた、宮下さん、ご飯行ったんです。私、ちっちゃい時、なんだかんだ男の子の遊びをしてたことがあって、男らしくならなきゃってね、なりきってたから、遊戯王カード、当時、すごい流行ったの。武藤遊戯くんかな。その、声優さんが、MC をされてるんですよ。だから、こうやって、俺だってーんって。ら。今回は久しぶりの、で、小映えがいいの、うちの家汚いかもしかして。久しぶりのテレビ出演ということなので、ちょっとそわそわしてます。皆さんの反応どうなのかなって、見た感想教えてね。ツイッターとかでも募集してます。どうしよう、ボーナストラック。そうだよね、 お知らせ動画だけだとすぐに終わっちゃうから、ちょっと皆さんに、私のね、買えたばっかの iPhone の、ちょっとね、カスタマイズしたところをお見せします。なんか、赤に画面が黒って、確かに統一感あって綺麗なんだけど、ちょっとね、物足りないのかなと思って、これ、見るかな？画面汚いね。ここに、ホームボタンにシール貼りました。ピンクしたちょっとキラキラなホームボタンシール。実はね、これないんですよ。本当は全部黒でへこんでいるような感じのボタンなんですけど、これをつけると少し女子っぽいかなって。なんかね、全体的にクールな印象じゃないですか、黒とレッドって。 iPhone7 のプロダクトレッドの時は表が白だったから、少し可愛いのかなって。でもこっちはどっちかというと綺麗というかかっこいいという印象だから、まあ少し女子っぽい部分入れてもいいのかなと思ってます。皆さんはどういう感じですか？これを見て、例えば私が持ってないのを見て、ここにポンと置いてあったら、これは男性が使ってんのか女性が使ってんのか、どっちに感じますかね。ああ、後ろのこのリングとかはあるんだけど、もうすっぽんぽんの状態で何もケースつけなかったら、まあ、男女どちらもモテるようなデザインだとは思うんですけど、ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思って、お見せしました。また明日からのいつも通りの動画もぜひ見てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おにぎり。